5の実況をします。動画の方針ですが、初心者から見れる動画にしたいので、簡単な解説とか時々入る感じです。あと、ウプ主は、試練別にうまいわけじゃないので、細かいミスや、どうしようもない失敗とか、いっぱいします。イライラしそうな人は見ない方がいいかもしれないです。で、今回試練5の何を実況するかというと、クリアボダンジョンの、原始に続く穴、を、プレイします。このダンジョンはアイテムの持ち込みなしの、一人ぼっちダンジョンです。アイテムは、未識別状態で落ちてます。初回は50回までですが、それをクリアすると99回まで解放されるので、それをプレイします。初代試練や、スーファミのトルネコの不思議のダンジョンしかやってない人に見ていただいて、面白いと思っていただけたら幸いです。5持ってる人も楽しめるように、頑張ります。この杖は何でしょう？場所替えの杖ですね。この、名前リストも最近の試練でついたけど、すごく便利ですよね。序盤から、えらい盾が出ました。攻撃食らうたびにお金減るけど、その分硬い盾です。今はお金ないので、装備しないでおきます。今倒した、黄色い人、試練がレベル1で、盾持ってないと、2回攻撃されたら死にます。ちなみに、試練4から、昼と夜システムというのがありますが、このダンジョンは昼だけ、つまり従来の試練と同じ感じです。試練4と5は、プレイする人のことを、しっかり考えて作られてる感じで、操作性は抜群です。よく思うのですが、この、未識別アイテムについてる名前、よくわからないものが多いです。なんですかラブラドライトって、知らないのは、ゆっくりだけ？お、吹き飛ばしの杖ですね。敵を移動させたり、自分が移動する類の杖は、モンハンや泥棒に役に立ちますよね。薄紫の草、なんかすごいまずそうじゃないですか？よく、試練はこんなの食べれますよね。白い草って、どんなんだよ。薬草は、白いらしいね。よく見たら、このモンスターも白い草じゃないの。序盤は簡単でいいんだけど、武器と盾がまともに揃わないと、30回あたりで死ねます。8回から10回までに合成モンスター、マゼルンが出てきますので、そこで頑張って合成します。覚醒直前、来たー。そのうち覚醒すると思うので、説明はまた今度します。今回の冒険のメイン武器候補来ました。他にいい武器もっとあるけど、とりあえずこれを育てていきます。試練4と5は、武器、盾にもレベルが8段階あって、弱い武器にも愛着湧いたりして、選択の幅が広がりました。でも、どう見ても人参が先っちょについてませんか？人参で殴って、守るとか死ぬのかよ。今ちょっと、HP 危なかったですね。盾がないと、序盤でもちょっときつめです。昔の試練は、素振りでも HP 回復したけど、4と5は回復しなくなりました。面倒だけど小刻みに足踏みするしかないね。でも、今やってる、見渡すコマンド、すごく便利です。大部屋モンハンとかの時、全体が把握しやすいです。もう見渡すなしでは、やっていけないです。この、鳥の人、倒すと草落としてくれます。草が合成にいっぱい必要なので、男識別で食べずに、できるだけ置いときます。杖の識別は、振れば大体わかるのですが、すぐ忘れます。とりあえず梅の杖を振りましょう。
幸せの杖でした。せっかくなので、美味しいマヌルに成長させましょう。金色で、すごいまずそうです。この人は、攻撃しても、1しかダメージ食らわないので、固定ダメージ系で倒します。今あるアイテムだと、吹き飛ばしの杖くらいしかないですね。石があれば、一発で倒せるんですけどね。はい、レベルが4から19になりました。低層でなんとかギタンマムルを、作れて倒せたら、しばらく安定します。必ず、2000ギタン落とすので、資金稼ぎにもなります。ウプ主は、頭がクソ弱いので、メニュー開いて数分考えるとか、しょっちゅうです。なので、そういう時はなるべく自然に、カットしていきます。札の杖と一緒で、敵に投げたらほぼ識別できます。とりあえず、メニューが汚すぎです。壺を識別したいところです。よくわからない壺には、未識別の札を、1枚だけ入れるとわかりやすい気がします。お、これは識別の壺ですね。草がめっちゃ多くて、メニューごちゃごちゃですが、ちょっと我慢するしかありません。よくわからんではと、よくわからん巻物を識別しときます。変な腕輪きた。これ、アイテム投げたり、矢を打っても当たらないやつ。でも、敵が罠の上にいる時に、矢とか打てば罠が発動して、いい感じらしいね。上手い人はよくやるらしいので、持って行ってみます。怒りの札は、店で売るくらいしか、使い道がないような気がします。階段上で、巻物でも識別するか。微妙。桃の杖識別したいので、モンスター来ないか待ってみます。さっきまでいくらでもチャンスあったのに、すぐ忘れてしまいます。飛びつき来たこれ、この杖、ほんと、大好き、ほんと、大好き。アイテム欄は空いてるので、怒りの札も一応持っていきます。鳥さんが退化したね。あんなの初めて見ました。杖を拾ったら、すぐ、識別しましょう。でももう、忘れてしまってます。頭がクソです。そういえば、なんとなく未識別の腕は装備してますが、これなんなんでしょうね。アイテムがパンパンです。草のせいです。ギタンは手持ちのアイテムと交換すると、そのまま持てます。投げたら値段の10分の1の、ダメージなので、強いです。本来は、保存の壺に入れて使うものですが、こんなやり方もあります。上手い人の動画で見ました。アイテムを整頓すると、このギタンはなくなってしまうのですが、上手い人の真似して、調子乗ってやって、整頓しまくりです。なんかもう、メニュー開いたら、流れで整頓ボタンを押す癖がついてます。踊ってんじゃねえよ。アイテムパンパンですが、ギタン投げたくてしょうがないので、ちょっと床にアイテム置いときます。で、緑色の人を探します。お前じゃねえよ。
前でもねえよ。場所がエコシーので、後で絶対拾います。絶対です。いました、緑の人。さっきのやり方で、経験値とお金を稼ぎますが、隣接してると、ギタンマムルになった時、攻撃食らいます。なぜか、幸せの杖の、使い差しが見つかりません。危うく整頓しそうです。ありました。このダンジョンは、10階に絶対お店があるので、ちょっとお金稼ぎたいです。非常にアイテムが鬱陶しくなってきました。勢いで草食ったり巻物読みそうです。でも、草だけはちょっと我慢します。巻物、お前は読む。すいませんでした。罠だらけになったので、アイテム取りに行くのがめんどくさいです。罠、ないやんけ。怒りの札でも入れてみます。よいしょ、監禁の壺でした。いらんアイテム入れてとっとと終わってしまいます。店でちょっとは買い物できます。あれ、下にあるアイテムなんだっけ。どうでもいいやつだったような気がします。一応見に行ってみましょう。なんだこいつ、攻撃当たらねえ。ふん、いい勝負でした。というか、場所外の杖でした。こんな大事なアイテム、なんで置いてきたんだ。ギタン砲、くらえ。殴った方が良かった。レベル高くても、うわ、びっくりした、油断した。こんだけレベル高くても装備がちゃんと合成できなかったら、だいたい30回で死ねます。
メージが、二の杖は、確か罠消しだったと思います。私は罠消しの使い道がわかりません。5階で、草落とす鳥がいなくなるので、食料があれば、5階で草稼ぎします。ダブった草を飲んで識別したいです。おにぎりもさっき拾えたので、稼ぎに入ります。ちょっと雑談しましょう。皆さんは、不思議のダンジョンシリーズ、どれをやりました？あと、どれが一番好きですか？うくぬしがプレイしたのは、スーファミのトルネコ、スーファミの試練、ゲームボーイの試練、64の試練2、アスカ参上、試練4、試練5です。クリア後ダンジョンの、もっと不思議なダンジョン的なのまで、クリアしたのは、トルネコと、初代試練と、試練4だけです。64の試練と、アスカは、動作もキビキビしてて高評価ですが、ちょっとうくぬしには難しかったです。でも、64もアスカも好きです。試練、3、発売したら、買う、すごく、楽しみです。木の矢の罠があるので、10マス離れたところから、矢を撃ちます。うまくいけば20本くらい稼げます。おい。1本だけかよ、満腹と、返せ。Nintendo DS に、試練 GB2 のやつがリメイクされてましたが、あれ、面白いらしいですね。実況プレイを見て面白そうだったので、ぜひ買ってみたいです。試練と、Nintendo DS はとても相性がいいです。2画面表示なので、壺とかはカーソル合わせただけで、中身が上画面に表示されます。録画は下画面しかしてないので見えませんが、録画で思い出しましたが、うくぬしの録画環境では、音声に微妙なノイズが入ってる気がします。気になるようでしたらすいません。直し方わからないというか、なんというか、めんどくさがりなのです。ここを定位置にして、草を稼ごうかと思います。ここなら敵が入ってきても、すぐには一直線にならないと思うので、やりやすそうです。今思えば、階段部屋でもできたんじゃね？って思います。試練って、動画とか見たら色々と突っ込みたくなるけど、実際自分がプレイしたのを見返すと、見落としとか、しょうもない失敗が多いです。上手い人の動画、ニコニコにもいっぱいあるけど、あんまりミスとかしないんですよね。あの人たち、ほんとすごい。さて、この先はちょっと、稼ぎタイムに入るので、今回はこの辺で終わりにします。次回は稼ぎ終わったとこら辺から始めます。ご視聴、ありがとうございました。